いつもレイムさんやマリサさんをメインに書いてるんで、たまには違う人に注目してみましょうか。あの人のところへ行ってみましょうか。ご存知、人形使いのアリスさんのご自宅です。そういえば、私はさっきから誰と会話しているんでしょうね。まあ気にせずに、中の様子を探ってみることにしましょう。ああ、これは何でしょう。さすがアリスさん、自分の人形にマリサさんの写真を貼って全力で愛してますね。早速1枚。マリサー、何やつ。これは違うのよ。仮のマリサを作って本番のための練習をしてたのよ。全然違くないですよ。見られたからにはあなたも愛人形にしてやろうか。委員長、待ってくだ。あおーい、レム、今日もお茶とかお菓子をむさぼりに来てやったぜ。貴様に差し出す食べ物はない。相変わらずひどいぜ。それよりこれ見てみなさい。昨夜からガラス天狗の社名丸あやさんが行方不明です。社名丸さんは昨日、自身が出版している新聞の取材のために。なんてこった、このボロ神社にテレビがあるとは。そっちじゃねえよ。